ドイツ軍の軽流気球。空対空爆撃とは、空中戦の戦法の一。飛行中の敵の航空機に対し、さらにその髪型の航空機より爆弾を投下して、攻撃する戦闘手段である。ツッペリニ飛行船、LZ37 に対する空対空爆撃を描いたイラスト。史上初のツッペリニ飛行船撃墜。第一次世界大戦では、 軽流気球や飛行船を攻撃する手段の一つとして、空対空爆撃が使用された。対戦初期の段階において、軍用飛行機は発展途上であり、ドイツ軍が戦略爆撃に使用した、セッペリン飛行船を撃墜するのは困難だった。そこで、イギリス軍などは爆弾により飛行船を撃墜することを試みている。イギリス海軍航空隊のレジナルド・ワーンフォードは、 機関銃による、ドイツ飛行船、LZ39 の撃墜に失敗した後、1915年6月7日に、今度は、空対空爆撃によりドイツ飛行船、LZ37 を攻撃し、撃墜に成功した。この、LZ37 迎撃は、史上初のチェッペリン飛行船撃墜例となり、ワーンフォードは、ビクトリア十字勲章を授与された。 第二次世界大戦においては、連合国軍の重爆撃機に対抗する手段、などとして、数軸国側で使用された。編隊を組んで飛行する爆撃機を一網打尽に、するために、多数の小爆弾を収納したクラスター爆弾式の、次元新幹付き爆弾も開発された。ドイツ空軍では、1943年に、ハインツクノーケ中尉が、同僚の発案した。 空対空爆撃を実行し、B-17 爆撃機の撃墜に成功した。この戦訓に基づき、空対空爆撃は一部の部隊で使用された。ただし、後には自由落下爆弾ではなく、空対空ロケット弾である R4M が開発されて使用された。日本では陸海軍が共同開発した多弾を呼び、 海軍が独自に開発した99式3号爆弾などを使用し空対空爆撃を行った。ドイツ軍同様のロケット弾型も開発された。しかし、いずれも次元爆発のタイミングを合わせることや B-29 爆撃機のような航空性能が優れた敵機を相手にしなければならなかったことから戦果を上げるのは難しかった。それでも一部には、 岩本鉄道の戦歴のように、空対空爆撃で大きな戦果を上げたと称する記録も残っている。第二次世界大戦後は、航空機関砲より大威力である、空対空ロケット弾や空対空ミサイルといった、推進式のロケットミサイルが広まったため、自由落下爆弾による空対空爆撃は行われなくなった。 特殊な例外として、湾岸戦争中の1991年に、アメリカ空軍の F-15E が、レーザー誘導爆弾グブー -10 を使って、ホバリング飛行中のイラク軍ヘリコプターを攻撃したことがある。直撃はしなかったものの資金弾となり、2-24戦闘ヘリコプターらしき1機が墜落した。ありがとうございます。